まあ、パートも今区切ったぐらいの頃かな、時間的に。まあ、第2ステージ。まあ、この辺もまあ楽勝だよな。まあ、ドンキーコングの、まあ、一番最初のエリアは、それは楽だわな。まあ、ドンキーコング1もそうだし、ドンキーコング2もそうだけど、やっぱエリア1は簡単だわ。しかもこのゲームに至っては、初見じゃないからな。何回もプレイしているゲームだから、まあ、何回もって言うても、まあ、せいぜい7、8回ぐらいか、全クリした回数。初ダメージ。バズかジンガーがいる。なんかあれなんだよな、ノコギリみたいになってんだよな、ケツの部分がな。なんか道が分かれてるね。こっち正規ルートっぽいな。ちょっと正規ルート行く前にボーナスとかの回収したいから、最悪だよ。2人いないとダメじゃん。どっかで DK バレル回収して、うまいこと、やりたい。でもこれあれかな。やらかしたかな。まあいいや、次の、もう中間入っちゃったからしゃあない。ちょっとどっかで2人、2匹揃えてきてからもう一回このステージやり直そう。まあ、そんな難しくないからな。まあ、そんなに難しくないからやり直しもいけるでしょう。まあスムーズにな。まあ2の頃と比べて、俺がどこにその、ボーナスがあるとか、そういうのをしっかり把握しているから、まあどうにかなるだろう。2ほどグダグダにはなんないと思う。で、ボーナス。多分2個目のボーナスかな、これは。さっきのは、でもさっきのボーナスじゃなかったかもしれないな。もしかしたらコインがいたのかもしれない。待って、嫌なやつがいる。こいつか。スルーで。こういう時にほんとポニテスピンが、めちゃくちゃ便利だよね。さあ、で、ボーナスもいただいて、コインもついでに、コインじゃねえや。バナナをついでに回収。なんかマリオの癖がついてるね。で、もうそのまま行こう。まあ、特に難なく行けるステージだからな、ここもな。うい。で、しっかり上飛んで、今回はなんかチェーンみたいな演出ないんだよな。チェーンじゃない、フックか。フックあったと思うんだけどさ、ドンキーコング2。あれだとなんかディクシーが首吊り自殺したみたいになるんだよな。で、そのまま、あっぶね、また今当たりそうになったな。この後も、なんかコイン取る、やっちゃった。やっちゃったな。コイン取るのに、危な。コインを、待て。ぶら下がることができない。コインを取るのに、ディクシーが必要だったかもしれない。これ多分そうだわ。こっち側になんかいない。オッケー、ギリ大丈夫だった。今のを、もしその、右に落ちてたらどうしようもなかったから、とりあえず生存した状態で。オッケー。この中にぶち込むことでコインを回収。こっち側もこっち側でなんかあんのかなと思ったけど、なんもないか。なんかバルーンとかそういうのサービスあってもいいかなと思ったんだけど、特になし。で、うまい具合にバナナだけ回収して、なんか生首あったな。緑色の生首があったけど、取れんかった。ポニテスピンしてれば取れたかもしれないんだけれども、で、今みたいにそのボーナスをしっかりとクリアできなかったら、こういう風にね、旗の元気がなくなると、まあ、元気のない旗を見せるためにわざと、まあ、ボーナスを回収しなかったっていうことにしておこう。で、DK バレル回収 C の近い位置にあってくれればよかったんだけどな、足りてねえし、もうちょっとしっかりと、これディンキーでもディクシーでもさ、あのレバーの落ちる速度は変わんないんだもんね。で、7枚目。あのバザーの店でもう回収できるな。この枚数あれば。で、ダメージ食らわんように、注意しながら、支度グリーの、そのまま左キーのボーナスハイリーノをしたい。うい。でもこれあれだな。ディクシーにして、待って、やっちゃった。このゴリラ。ディクシーにしてやんないとあれか、ポニーテールスピンで、上に、ちょっと待って、ディンキーの上に乗れんの？乗れたか、なんかそういうアクションあったか。で、ディンキーでやんないとこれ左側いけないね。で、残機も増やしつつ、ボーナスをやっていく。星を60集めろ。なんか多いな、増えたな。シャッターあるタイプか。とりあえず左側だけ全回収して、まあちょうど30枚ずつあんのかな。まあ星って、そもそも1枚2枚でいいの？ 60 枚 ?60 個、ま
どっちだ、まあいいや、まあ、ちょうど左右で30ずつあって、まあ、ボーナスコインも回収して OK だね。まあ、スタート&セレクトで脱出できるから楽勝で、リンクリーのほら穴、まあ一旦セーブはしておこう。あ、バナナパードもいる。あなたが見つけてくれたこの小鳥なんて可愛らしいんでしょう。いや、実際の見た目なかなか気持ち悪いけどな。ドンキーコング3の攻略本持ってたんだけど、その攻略本に描かれてたバナナバードなかなかホラーだったよ。で、セーブしてまだ 5% だね。103% だからマックスが、まあ、あと98% 必要だな。ハテナの部分もまだ何も未回収で、バナナバードも1のまま。森を通るときは右を見て左を見て上を見て、お皿が落ちてこないかよく確かめなさいね。あら、左が先だったかしらね、フォフォ。まあ、そんな順番はどうでもいいとして、で、ドンキーコング 1,2 と違って3ってこういう、そのフィールドマップ上だったら本当に自由に行き来ができるんだよな。今までなんか矢印とかがついてて、矢印の通りにしか行けなかったんだけど、ドンキーコング2はやっぱその隠し要素とかもあるからだろうね。ここにさ、まあ隠し要素の一つ、バナナバードのホラー穴があるんだけど、こういうホラー穴とかを、まあ、探させるためにもうオープンワールド的な感じの、まあ、自由に探索できる感じにしたんだろうな。まあ、ドンキーコング1と2だったら本当になんか点線みたいなのが出て、その点線の上を歩いていくみたいなことしかできなかったけれどもさ、まあ、3になってから本当なんか自由度が高くなったよね。はい、で2個目 BYYA BYYA B 数が増えてくんだよな。最初のやつは4個だったと思うんだけど、今は5個だったじゃん。最初 XBBX で4個しかなかったけど、今はその BBY BYYAB っていう風に5個あったから、徐々に増えてくから難しくなるんだよな、この覚えゲーで。下くぐって、泳ぐの遅いな。なんかもうちょっと早く Y ボタンか、 Y ボタン押せばいいのか。で、これが一応ボスの小屋なんだけど、まあ、左上の方から行く感じね。で、ここの離れたら、なんか湿気すごそうだな、この家。バーナフルの家。こんな湖に囲まれてたら、カビ生えまくるだろうね。うわー、こんぐらし、わしはバーナフル天王じゃ。ここに、貝原博物館でも建てようかな。うわー、この鳥かい飛んできた時から懐いてるのを観光にしたんだよ。おー、よしよし。っていう、こういうイベントあんだよな。なんか、わらしべイベントみたいなのがあって、なんか、貝原が、貝殻博物館をこんな偏僻な硬い中で作るみたいな感じのことを言ってたけどさ、まああのなんだっけ、バーナクルの家じゃなくて、さっきのあのバザーの店かな、バザーの店でバナナコイン集めて、あ、まあちょっと今5コイン以上あるから、あ、せっかくだから買うか。まあわらしべイベントの一つや二つ紹介しておくのもいいんじゃない。で、またちょっとボートを使って、これいちいちファンキーのところ通んなきゃいけないからちょっとめんどくせえよな。いや、いいえ、乗らない。また来てください、コングたちとか言ってるけれども。で、バザーの雑貨店、ここで貝殻を買って、さて、お客さん、何、この貝殻オランガタンガクもそこで見つけた、うん、欲しい、で、お買い上げありがとうございます。いや、なんかお久しぶりにいい仕事したなって感じですよ。このバナナコイン5コインって実際どうなんだろうな。他のものとか買えるの、日用品とかさ、生活用品みたいなの買えるのかね。鏡見せて、50枚、マジで50枚はちょっと高すぎる。やっぱりいらねえ。これあれだっけ、データそのリセットとかしてさ、ゲーム中断してリセットかけたりしたら、あのバナナコインとかって、あ、バナナコインやそのベアコインって初期化されるっけ、ゼロに戻るっけ。ゼロに戻るとしたらちょっと鬼畜すぎない、鬼畜仕様じゃないか。普通にちょっと、あのリンクリーのホラーならセーブした時にバナナコインの枚数がちゃんと記録されてるかどうか確認しといた方がいいな。じゃないと50枚集めるのすごいしんどいと思うから。で、またオランガタンガ湖に戻ってきて、これでさっきのあのバーナクルだっけ、バーナクルの上に貝殻見せることで、こうやってわらしべイベントをこなすことで、またバナナバードを回収することができるっていう、誰か綺麗な貝殻持っておらん可能で、おー、なんでその貝殻は美しい。それがあればコレクションも完璧になるんじゃが、そうじゃのう、コングたち、物は相談しが、その貝殻とこの鳥を交換する気はないかろう、どうじゃ。うん、いいよね。おー、そうかそうか、こりゃ嬉しい。おい、こりゃ鳥ちゃん、かわいがっておくれよ。あ、あれ博物館だったんだ、あの下の段。なんか紫色のなんかホラ貝みたいなやつと、なんかうんこみたいな巻き貝みたいなやつあるから、そういうことか。で、今みたいに鳥を手に入れることもあって、で、リンクリンホラー穴行ったら今3匹まで増えてんのかな。これも絶対クソぼらされたりするだろ、こんな家の中で放し飼いにしてたら。餌とかどうしてんだろうな。バナナバードってそもそも何、バナナ食べたりすんの。
ベアコインとバナナコインが両方保存されてるっぽいな。まあ、だったらいっか。まあ、50枚食べるのもそこまでしんどくないね。データ消してリセットされる2みたいな仕様だったら本当に萎えるからな。で、3つ目のエリア、流れに逆らえ。このステージだよな。俺がさっき言ってたそのディンキーで水面ジャンプしなきゃいけないの、このステージなんだよ。まあやっていこう。なかなかハードなステージだと思うけど、